西洋陶器は、セリカの二年層。別名、ガーデンアンゼリカ。欧州各地、北欧、東欧、シベリア及び、グリーンランド等の湿原やアルザス地方などの産地に、自生する。草丈1から2メートル。寒さに強いため、スカンジナビアでは貴重な野菜として利用される。葉は大きく浮上の切れ込みがある。初夏に、黄緑の三型の果樹をつける。 生育は、霊涼な場所を好む。栽培では、春巻きで、翌年、秋巻きで、翌々年に花をつける。または株分けによる増殖も適する。前奏に、甘み、ほろ苦みと強い方向がある。霊涼な場所を好むことからわかるように、元は、アルプス、ピレネー、ボヘミア等の寒冷地で自生していた植物である。現在のように、欧州諸国に広まったのは、 北欧からバイキングがもたらしたためである。アンゼリカという名前及び俗名の由来は、ラテン語で天使を表すアンゲリキュースであり、主称名アーガンジェリカは大天使のという意味である。伝説として、薬病が流行した時、一人の修道像の夢の中に天使が現れ、この草に薬病を防ぐ力があることを伝えたと言われる。それが天使ミカエルであり、 この草の花は5月8日のセミカエルの日に咲くと言われている。そのためヨーロッパ諸国では天使のハーブ、精霊の宿るネとも呼ばれている。その名の通りヨーロッパでは古くからこの方向が悪魔を退け病気を治すと信じられてきており中世ヨーロッパでは魔女の霊薬としても用いられていた。根、ね、茎、葉には西洋含み。 刺激性の風味が料理に用いられる。硬い茎は砂糖漬けとして、ケーキのデコレーション等に、葉は魚や果物の風味付けとして用いる。種子は、リキュールの香味漬けに用いられる。また、種子を蒸留して取るエッセンシャルオイルは、邪光の香りがするため、香水としても用いられる。精油は、アンゲリカラクトン、アンゲリシン、アンゲリカ酸、ベルガプテンを含み、その他に、 ビタミン B 群を含む。エグザルトリドは女性には感覚されるが男性にはほとんど感じられない成分として知られている。刺激、消化、内分泌系の調整、競争、工夫、神経、利尿、発汗、巨炭などの作用が知られている。精油成分は特に根に多く含まれ、根茎の乾燥物や種の粉末等を、煎じ薬や精油成分を アルコール等で抽出したン器剤として用いる。ホルモン分泌の調整作用により、更年期障害、月経前、症候群などの不人病や、冷え症、のぼせ、貧血症などに効果があり、女性のための朝鮮人参とも呼ばれる。ただし、女性ホルモンの分泌に影響することから、妊娠時の使用には注意を要する。その他、免疫力強化、 気管支援などの肺の病気の治療にも用いられる。また、茶剤を飲むと、アルコールを嫌悪するようになることが知られているため、アルコール依存症の治療に使用されることがある。服用以外に、茶剤を疲れ目に用いる目薬として、また皮膚洗浄のための洗浄液として外用することがある。あるいは乾燥させたものを枕に詰めて、鎮静作用で安眠を誘うハーブピローとしても、 利用されている。ありがとうございます。